の三角とがこの7番部位の、でこっちの右の三角が5番部位、真ん中に黄色とこの部位にタップの部分がある。こう行ってこう行って、間違えた。5番と7番行って、ダメダメ、必ず。それと大事なのは11から1に行く部位、チェッカーフラッグがあろうが、この真ん中を走らんと失格。それもどっちかをこう言っても失格だけど、わざとせもしとる。でピットインするやつはなるべく岸側走る。なんでか分かるか、ここは絶対抜いちゃいけん区域だけど、こっからここは。でも抜いちゃいけんのんだけど、アウト、アウイン、沖側走りったらからこうピットイン入ったらバーンとぶつかるだろ。あれを気をつけて。今年の勝ち越しはここから開幕です。バンジースタートまで10秒前。